川取さんお疲れ、山崎さんお疲れ、福さんお疲れ、スプマンテさんお疲れ、神戸のマーチさんお疲れ、ジェノラゴさん、レインボースター、おみかさんお疲れとありがとう。こちらこそ来てくださってありがとう。シーチさん回復薬ありがとう。今日めっちゃ暑かったよ。熱々でした。あくびして喋らないでください。はい、もう靴ずれがすごすぎて、足のさ左足だけ靴ずれめっちゃしたんですよ。中指、薬指、小指の足の関節全部さ豆できて潰れてて、びっくりした。今痛くて。お疲れ様、もう帰ってきたよ。4時間以上かかった帰ってくるのに。なんかすごい霧がすごかったですね、帰り道。シャワー浴びたら日焼けしたところが痛い。怖いな。日焼け止め一応塗ってるけど、なんかこれ多分ね、これは多分寝た後ですね。こうやって寝てたから、寝た後だね。結構霧がすごい。そうよ、時間結構、今日朝から朝行って日帰りだから、特になんかご当地の、あ、ミニストップ行きました。ミニストップ行ったわ。ご当地のもの何も買ったりしないけど、ミニストップは行った。全然ご当地ものではないけど、ミニストップでなんだっけ、ポテト食べました。ミニストップアイス食べてない今日1個も。いや、ミニストップ、ミニストップでとろろそばと、とろろそばとね、ヨーグルトと、あとなんだっけ、ポテトの名前、ポテト食べましたよ。夜は信玄餅アイス食べたの。いいなー、いいなー。そう、コンビニね、ミニストップが一番近かったからミニストップに行ったけど、超行列でした。店員さんが一人でレジ頑張ってた。申し訳ない。きっとね、予想外の来客だったと思うんですよね。一気にメンバーが来たから。仕事三昧だった。お疲れ様。今日はとっても暑かったよ。熱々やったよ。もう途中さ、もう暑さで脳が働かなくなるんじゃないかってぐらい、もうすごいなんかね、直射日光ではないんですけど、会場結構ね熱々だった。ステージはねそんな多分日当ててないけど、客席がすごい暑そうでしたね。大変そう。 UV ケア、このあとお風呂怖い、ヒリヒリするかな。煽りね、そう1曲目からな、煽りでさ言った後さ、真ん中の前で言ってるからさ、後ろが今どの踊りの時だと思って、あーなった時間があった。伝えていきますみたいな煽り言った後、あれ今はどこかなみたいな、なんかふんふんみたいな時間がありました。どこまで読んだかな。しんいちさん回復役、いっちゃいしゃぼん玉、しゅんぼうさんお疲れ、かわだりさんパチパチ、みつさんお疲れ、わわわさんお疲れ、5個、ふっかりあこさんありがとう、かわいい、台湾ジョジョさん量6個、どこ、すけやもんさんバラありがとう。
お疲れ様。タイムシフトないの？おいえー、そうなん。そうなんか、みんな日曜日満喫してた？今日もしかして。陣内さん、回復薬。トシアさん、バラありがとう。北海道に涼みに来てください。うわ、北海道行ってみたいよ。うっかりやんこさん、お断り。安部さん、お疲れ。こんばんは。明日お話し会やけさ、あのさ、ちゃんと日焼けのケアせんとさ、今日のうちに。もう早く寝てしまいたいところやけど、もうめちゃめちゃ保湿せんとさ、絶対明日真っ黒けっけっけだよね。けっけっけ。そう、前で煽ってたらね、あれあれってなってた。コールもありがとう。霧すごかった。会場は霧ゼロだったんよ。途中富士山曇って、こう雲で隠れたけど霧はなかったんですけど、帰り道の山道が超霧霧霧霧霧。喉今んとこ大丈夫そう。ずっとマスクしてました、潤そうと思って。でも私移動中になるとよだれが垂れるんですね。申し訳ないんですけど、ちょっと理想高めのファンの方には申し訳ないけど、私よだれ垂れがちなんですね、寝てる時に。だから新幹線とかで、あっみたいな、起きてティッシュ出してペタペタペタってマスクの中こうやって拭いてみたいな時間が何回かあった。すぐよだれが出るんだよね。うん、困っててよだれ。超困って、ね、湿気はすごかった気がするわ。今日はね、なんかね、去年とは違うさ、去年は東京の、東京から向かったけど、今年は違ったから、なんか変な感じだった。不思議な感じでした。去年はさ、山中湖から帰ってきて、去年はね、名古屋で泊まったよね。名古屋で一泊して朝から帰ってきたんやけど、さあ、あれなんですよ、僕の太陽光の千秋楽してて、去年元気すぎてびっくりする1年前の自分たち。すごない？外で野外フェス出た後に次の日も速攻移動して、すごー。まあ明日もね、お話し会だけど、今年もなかなかだけど。しゅんさん、回復薬ありがとうね。こんばんは、元気いっぱいやな。まちゃるさん、回復薬ありがとう。トゥトゥルルトゥトゥルルトゥトゥルル。一日の何分の一？三分の一今日移動してると。三パ二十四やろ。三分の一移動と睡眠。わ、サッチに名刺もらった。羨ましい。私もサッチの名刺欲しいかも。サッチ、サッチの名刺が欲しい。この前さ、尾道に今行ったらペイペイが還元だよみたいなコメントで教えてもらったけどさ、今日ミニストップ行ったらやってた。それがミニストップでもしてました。広島にも早くできてほしいな、ミニストッピー。
ミニストップを見た瞬間嬉しすぎてさ、周りのメンバーに見てミニストップがあるとか言ったのにさ、メンバーはアイス買ったのに私でアイス買わなかったけど、どういうことかな。アイス好きっていうナンバーワンアイス好きの自覚あるのに、今日はね、ミニストップ入った瞬間、入るまではアイス買うぞと思ってたんよ。入った瞬間冷房がガンガンすぎて寒くて、あ、今日アイス食べんでいいわと思って買わなかったんですよ。買わなかったんよね。あ、未来心の丘に行ったの。未来心の丘めっちゃ綺麗ですよね。みんなも未来心の丘行ってみて。真っ白真っ白よ、一面真っ白。今日アイス食べてない。だってさ、山の中コンビニ近くないんだもん。朝も早かったから食べてないし、この後まだ間に合うよ。この後、まあ毎日いっぱい食べてるから繰り越しで言えば食べてるようなもんです。明日も食べたらいい。トナくん、レインボースターありがとう。カードリサハートありがとう。裏部さんアイスありがとう。アイスバージョン、え、イモースでね、やりたいよね。アイスナンバーワン決定戦、3期生にもいるって聞いたから。もし3期生のなんかあるじゃん、毎年毎回新しい子が入ってきたら特技披露みたいなあるんですね、イモース。だからそれでもし誰かがアイスいっぱい食べれますとか言ってたら、あの対戦相手にパセリ呼んでほしいと思ってる。勝ったろう、買っちゃおうかな。あ、そう、今日ね、乃木坂さん、リコチたちも言ってたよね。ツイッター見て知った。ゆきりかとさやかりんとリコチが言ってると思って。好きだもんね、リコちゃん、昔から。斉藤飛鳥さん好きよね。卒業されちゃったけど。お疲れ様。お疲れ様。終わりまで残ってた。わあ、熱中症気をつけてね。後から来るタイプのやつあるじゃん。ね。私は乃木坂されたら伊予紀さんが好きです。伊予紀真央さんが好き。だよ。多分きっと。あのパセンの好きなアイドルさんの系統がバレてるからでしょうねって思われるかもだけど、伊予紀さんお顔が可愛い。お疲れ様、ごめんね様。うん、気をつけてねみんな、熱中症。おみかんさんアイスありがとう。滞在短すぎて日焼けしなかった。PR 舞台間に合わんかったん。お仕事お疲れ様よ。お疲れ様だよ。ほでった体をジャイアントコーンで冷やして食べたい、食べたいよ。しんいちさんレインボースターありがとう。今日はもうね、頭が働いてません。働いておりません。さっきまでもう爆睡移動だったんですよ。起きても起きてもまだまだで、あ、もうそろそろかなと思って起きたらまだ、あ、まだまだまだって感じだった。まだまだまだ。寝れるかな。結構移動中寝たんですよね。でも今は眠いけど、きっとお風呂入ったら。目がシャキシャキになっちゃうからね。明日は2時間目からです、お話し会。2、3、4、6、7、8だから夜まである人です。オンラインサイン会はショールームであります。明日もあるしね。あんまり喋らんとこうと言ってもさ、もう日は変わるから勝手に配信終わっちゃうけどね。ほどほどにしとこうね。
富士山を見ながら楽しい夜を過ごしてたと思った。全然よ、もうそこを自分たち飲んで回ったらもう帰る帰るみたいな感じ、帰りましょうの回だったよ、バイバイだったよ。いろんなアイドルさんのステージとか、ね、見たかったけど、でも裏でねご挨拶しました。高山なでしこさんとかりんご娘さんとかはご挨拶して、あとはすれ違ったりした、いろいろアイドルさんたちとね。わおわおわお、そう思い出してよかった、したことなかったんよ PR 舞台で。ちゃんちゃんちゃんちゃらちゃんちゃんちゃんちゃら山中千穂さんが岐阜って言ってた、面白かった来週のやつやそれってなった挨拶できました、メンバーみんなで。あ、そう原点やった、そうめっちゃ緊張してました原点で、レレレ誰かに足を踏まれ、あとサングラスも、サングラスもね、ユミリンさんのポジションだ。でもいつもさやってる公園でやってるとこの振りだったから、分かった、サングラス。君はずっと髪も束ねだったから、明日は仕事でお話し会を参加、あ、お仕事頑張って、また次回のシングルとかだね、話せる、まあショールームで話せます。私は顔見えないけど、パセの顔見て喋ってください。トゥルトゥントゥントゥン、いやほんとアリちゃんさんすごいよ、去年もね PR 舞台出てくださったりとかしたし、今日もねいっぱいシンポジでね急遽出てくださったりね、他のメンバーとかもこうポジションずらしてピュピュピュってやったりして、ね、グループって感じがした。わあ、私も今日また新たなポジションを覚えられたから、いつでもまた何かあったら頑張ろう。アリちゃんさんぐらいもう完璧になろう。そうね、サングラスはいつもあのね公演の時はソルハさんポジなんですよ、サングラスだから上手側にいることが多いし、アリちゃんさんのポジで出る時はなんかフェスとかそういうので出る時は下手側にいるけど、キュウミニさんだからちょうどずっと真ん中にいたんですよ。なんか変な感じがした、同じ曲だけど後ろからみんなを見るって感じがした。こんばんは、不思議だったよ。逆に原点はいつも2列目から見てるから、今日は前に誰もいないやつだったから、それも不思議って感じ、不思議不思議でしたよ。大好きな人がめちゃね楽しかったです。空が見えてるから、空に向かってねこう目線をこうあれやるんですよ、サビ。それがすごい青空ですごい綺麗だった、野外って感じだった。明日待っててね、分かった、明日待ってるよ、よろしくね。なんか去年来てくださってた方が同じ場所 にいたりして面白かった。それがなんかあれみたいな、タイムスリップしたかなって、タイムスリップしたって思ったけど、その去年も来てくださってる方の隣とかに最近好きになってくださった方とかもいて、
あ、2023年を感じるわと思って、2023年を感じました。としさん、バラありがとう。ね、すごい、やついフェスの時とかも思った、あったよ。しゅんさん、ハートありがとう。あの前の方、前のエリアあるじゃん、優先エリアみたいなやつ、あそこにもさ、パセリのグッズ持っててさ、嬉しい、ありがとう。きっとみんなね、早起きして、早起きしたり、あのお泊りしたりして来てくれてると思うから、気をつけて、ちゃんとお家に帰るまでがスパークだから、よろしく。無事に帰宅するんよ。ちゃんと帰ったら手洗いうがいしてから、そんで塩分と水分とってね、とってくださいね。おみかんさん、尊い、ありがとう。ひろちさん、シャボン玉ありがとう。デザイズハートさん、アイス。ジロくん、シャボン玉ありがとう。お風呂入った、早っ、早っ、え、早っ、ちょっとこの髪の毛ほどく儀式に入ろうと思います。本日のピンの本数は1本、配信終わったらもう速攻お風呂直行や、1本、2本、3本、4本、5本、6本、間に合うかな、やばいね、配信もう終わっちゃう、やばい何本かもう分かんなくなっちゃった、1、2、3、4、5、6、7本、やばい。男女運動、13位大津アットン、12位クワドリさん、11位トナくん、10位スプマンテさん、9位台湾ジョジョさん、8位福ちゃん、7位ジンライさん、6位ジロくん、5位山崎さん、4位ジョナラゴさん、3位いっちゃん、2位ワワウさん、1位カメさん、ありがとう。8本、ありがとう。みんな遅い時間まで付き合ってくれて、なんかついてる、やばいよ。パセリ、髪の毛ほどくの間に合え、9本、10本、間に合わない、間に合わないの、11本、ん ?11 本なってる、終わっちゃうよ、急いで、12本、やばい、まだあるよ、まだある、13本、14本、15本、終わりました、15本でした。15本のピンが採取されました、発掘されました、バーン。本日共に戦ってくれたヘアピンたちです、ありがとうございます皆さんなんだこれありがとう、おやすみ。急に終わろうとする人おやすみバイバイ、また明日お話し会でね、グッナイト。